タクメトのメトロセントラル。よいしょでございますよ、これ。いや、よいしょじゃないですよね。よいしょじゃないですか、これ。これは、今日は、うん、はいはい。じゃあですね、今日は、ズームのあれでもね、はい、録音というか、ズームで撮影してるから、メトロセントラルが多分、だいぶ被んなかったと思うんですけど、はい、大丈夫ですかね。多分、息合ってないなって思われてるかもしれないですね。まあ今日はね、そこもね、加味してね、皆さん、お願いしますということで。はいはい、よろしくお願いします。ね、お願いしますね、今日も本当に。はいはい、いや、先週ね、はいはい。初オンエアさせてもらいましたけど。いやー、そうですね、ほんとね、初オンエアだったよ、ほんと先週。どうでした？なんか周りからの声とかは。まず家族も聞いてくれたし、結構周りの友達も聞いてくれたりしてて。はい、なんならその、もうコンビ組んじゃえばみたいな人結構いたよ。ありがたいね。嬉しいコメントですよ、それはもう本当に。いや、ほんとありがたいよ、ほんとにね。そう言ってくれるだけでもさ。はいですね。ほんと僕も投稿して、すごい視聴者の方からも待ってましたっていうコメントもありましたし。うんうんうん、そうだね、おかげさまでね。はいはい、やっぱ、これからももちろんやっていきたいなと思いましたね。うん、自分も聞いて楽しかったですし。いや、そうそう、やっぱ自分が聞いて楽しいって、もうそれがもう答えやからね、言うたら。そうですよね。そうよ、ほんとに、はいはい。でさ、このラジオ、はい、もう俺のも聞いたし、たかんちゃんの聞いたけどさ、はいはい、これでラジオって何？ BGM ってつくもんなの？俺あんまラジオ聞かないからわかんないんだけど、BGM つけた方がなんかおしゃれなのかな？普通はオープニングの BGM と、うん、終わる間近の BGM はありますね、ラジオだと。あ、そっか、最初ともお尻しかないんだ、基本 BGM って。そうですね。で、まあ、コーナー、なんかのコーナー時に流れたりしますね、うん、ラジオの。あ、なるほどね。いや、ごめん、こんなにラジオ詳しくない人いる？逆に、俺みたいな。そうです。なかなか珍しいよね。はい、もうパーソナリティですから、今。お願いしますよ。お願いしますよ、本当ね。いろいろ聞いて勉強します、これからも。いやいやいや、でも、なんかその BGM もなんか考えたいですよね、また今後。あ、そう、考えたいし、はい、やっぱその、間のさ、曲？はいはいはい。もうさ、やっぱその、俺とたくらんちゃんの歌を、やっぱ入れたいのは本当あるから、俺。ですね。絶対入れた方がいいよね。はい。やっぱり著作権の関係とかもあるじゃないですか。出た、そうだね。確かにね。メトロさんと、僕で歌うのが多分一番いいですよね。うん、あ、それが一番いいと思う。確かに。はい、オープニングとエンディングなんか好きな曲を取っておいて、いざオンエアするときにそれを一緒に流すっていうのはいいかもしれないですね。めちゃめちゃいいね。あれ、基本あれだ、今のうち俺ミスター・チルドレンが大好きだから、はいはいはい、一応全曲覚えてきて。いや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 、そこはそこは。ダメ？何曲あると思ってんですか、あの人たち。いや、300曲ぐらいさ、ちょっとメトロさんのために覚えようってなるでしょうよ。覚えられないですよ、さすがに。何やるつもりですか、ミスチルで。それを突き通そうかなと思って、ミスチルで。ダメ？いやいや、それはちょっと僕も覚えきれないんで。あー、ごめん、申し訳ない、それはね。ごめんなさい。申し訳ないんですけど。ごめんなさい。今日のラジオはね、2人ともピリつかないがテーマだからね。よろしくね。なんですか？今日の2人は、今日のテーマはラジオでも2人でそのピリつかない。はい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 、はい。そこがテーマでございますから。前回ちょっとね、ピリついたんでね。はい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 。ちょっともう喧嘩はしないようにやっていきましょう。仲良く。ほんとね、お願いしますね、はいはい、今日も本当に。で、あれですよね。うん。ちょっと、まあこれ言ったらちょっとピリついちゃうかもしんないんですけど。何何何？ふっかけるの？喧嘩。はい。この、録音というかラジオ。はいはいはい。ラジオする前にちょっと、一応メトロさんの今の状況を確認しとこうと思って YouTube 見させてもらったんですよ。はい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 。はい。登録者また超えてるじゃないですか、僕の。いや、それはもう本当お互い二人でデッドヒートしようねっていう話でさ。いやいやいや、めちゃくちゃ嬉しいですよ、それはもう本当にお互いやっぱ。この切磋琢磨が本当にめちゃくちゃいいなと思ってまして。いや、そうね。いや、そうね。今収録してるその前日の動画がね、ありがたいことにバズって、はいはいはい、まあ急上昇に乗ったりして、はいはい、まあ一本が結構大きかったんだけど、はいはいはい、
いや、どうせこんなの3日経ったらどうせまたトクランちゃんが俺の人数超えるんだから、どうせそんな繰り返しだからこれから。そんなことないです。もうそこは本当に、うん、やっぱ面白いなと思いましたね、この関係って。またしっかり、いやそうだよ、はい、これが2人をよく知ってるんだから、こんな素敵な関係ないよ、ほんとあなた。ほんとですね。ねえ、ほんとに、はい、またお互い抜いて抜かれてを繰り返しても、うん、いや、そう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 、うん、いやそうだ、ほんとお願いしますよ、ほんとにそんなのって、はい、予定ではなんかその結局データの情報だったら2月14日に7万人行くよっていう、はい、データだったんだけど俺ね、はいはいはい、でさっきちらっと見たらもう2月8日になってたからね。めちゃくちゃ早まってるじゃないですか。ねえ、やっぱなんとかほら、その1日でやっぱこの6日間、6日まくることができるっていうね、はい、ありがたい話で。すね。いや、ほんと似てる。そっくりよ、お互い。ほんと登録者数、ほんとにもう、ほんとね、一人も狂いないぐらい。はいはい。うん。ほんとにこれからもじゃあ、よろしくお願いします。うんうん。いや、ほんと頼むわ、ほんと、たくあんちゃん。はい。ね、本当に、うんうん、じゃあようやく今日の本題に入りたいと思うんですけど、ね、やっとですか。はいはいはい、うん、ちょっと僕今うん、非常勤講師をやらせてもらってるんですけど。はいはいはい、そうだよね、はい、鉄道の専門学校なんですけど。そうだよね、言ってたね、はい、うんうんうん、そこでちょっと今日その仕事終わり、うん、本当は取る時間より1時間ぐらい遅れてしまったんですよね、うん、実際。うんうん、いや、とんでもないです、とんでもないですよ、そんなの。で、ちょっとそれがですね、うん、この時期、後期、学校の後期が終わりまして、はいはい、うんうんうん、うん、をつけるんですよ。なるほどね、はい、はいはいはい。で、先生と僕も、うんうん、まあ、非常勤ですけども、つけさせてもらってですね。すげえ、先生してる、はい。つけてたんですけど、うその、入力してたら、うん、点数を入れていくんですよ、どんどん学生さんの。はいはいはい。で、A から D ランクまであるんですけど、ほうほう。で、A がもちろん一番優秀な点数なんですよ。うん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 。で、D が、おうもうほんと卒業できないですよみたいな D があるんですよ。うわうわうわ、はい、で全部入力し終わって、はいはいはい、結果を見たらですね、おう僕の担当している40人ぐらいいるんですけど、うんうんうん、全員 D 判定だったんですよ。嘘でしょ。いやいや、これ先生、笑ってていいんすかこれ、大丈夫ですか。なかなかの大惨事だと思うけど。いや、これもう、これマジで、担任にマジで怒られるなとか思ったんですよ。どんな教え方してんだ、お前はっていう。いや、そりゃだって、こんな優しい先生いたら生徒も甘えちゃうでしょ、そりゃ。たくあん先生なら許しきれるかなじゃないけどさ、やっぱそう緩くね、はいはいはい、楽しくやって授業やってるわけでしょ。そうですね、めちゃくちゃ優しいと思いますよ、僕なんて。いや、でしょうね、でしょうね、はいはい、だからそれは別に誰が悪いっていうのはないんじゃないの。だって、はいはいはい、雰囲気がいいわけだったから、それはもう授業として成り立ってるわけだからさ。はいはいはい。そんなの成績じゃないっすよ。まあ、そうですよね、結局は成績じゃないですよね。そうよ、はい、本当に。まあ、でもその D だったんで、うんうんうん、一応その担任の人に連絡したんですよ。はいはいはい。そしたら実際その点数、テストの点数と、うん、出欠の点数も加わるらしいんですよ、実際は。あ、そうなん、はい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 。なのでその出席点がプラスされたら、うんうん、みんな A だったり B だったりちゃんとなるっていうことになったので、結局良かったんですけど、それは。結局良かったのね。はいはい、なんとかなりましたここは。ああ、そう、はいはい、いやまあそれはそれ確かにね、よかったね、はい、いやちょっと一時びっくりしましたね、その D が全部出た瞬間は。でもさ、一人一人、はい、生徒の一人一人の特徴とかってさ、はいはいはい、やっぱその忘れないもんなの、そのこの人頭いいなとか、この人あんまりちょっと人よりはちょっとはまあ努力足りないなとか、うん、そういうのってやっぱ分かるもんなの。いや、やっぱ僕なんてほんと週1とか担当するだけなんですけど、うんうんうん、やっぱり一日中関わってると、
分かってきますね、うん、一人一人で。へぇー。だったり。あ、そう。はい、もう、もうそれこそ小学生とか中学、高校の時の担任なんて、それが3年間とかじゃないですか、うん、担当してくれるのが。確かに確かに。そりゃもう特徴だったり、全部分かるなって思いましたね。あ、まあそうだよね。はいはい。なんか、個人的には どういう人を、ね、例えばその、成績良くしたいとかあるの、まあ、もちろんその授業を真面目に聞いてる人だとかさ、はいはいはい、その高野ちゃんの中ではどういう生徒を応援したいっていうのはあるわけ？でも一番は本当に成績決めるときは、うん、あの授業参加、僕がやってくださいって言ったのに対して、うんうんうん、どれだけやっぱり真剣にやってくれてるかっていうところを見ますけど、結構あれですよね、中には全く会話がちょっと通じないような方もやっぱりいてですね。あ、そう。はい、本当に何回言っても分かんないとかいう。結構やんちゃ系ってこと？やんちゃというよりも、うん、もう宇宙人ですね。これ言っていいのか分かんないですけど。いや、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。はいはいはい。あ、そう、なるほど。まあ、天然じゃないけど、まあまあ、そういう人はいるよね。そうです、そうです。中心的な。やっぱり、そういう人は、まあ、まあまあ、分かりやすいですけどね、成績つきやすい。うん、うん、うん。なるほどね。はい。でも、それはまあ、今、先生やってるから、高野ちゃんあれだけどさ、その、学生時代は成績良かったの？高野ちゃんって。あ、はいはい、あ、これね、そうですね、おお皆さんにも確かに聞きたかったんですけど、僕は小中はめちゃくちゃ悪かったですね、成績は。え、めちゃくちゃ悪かったです。はい、あ、意外やね。あの中学生はもう本当に、うん、ヤンキーとかじゃないんですけど、全然おあの数学の授業がめちゃくちゃ嫌だったんですよ。うんうんうん、うん、学校のあの窓際の下に戸棚とかあるじゃないですか、たまに。はいはいはい、うん、あの戸棚に1時間ずっと隠れてたりしてましたね、僕。あれ、宇宙人ここにもいたわ。あれ、あ、宇宙人でした、僕も。これが宇宙人だわ、なるほどね。あ、わかりやすかったですね、それは。めちゃめちゃわかりやすかった、こういうことね。あ、すみません、宇宙人だったんですね、うん、僕もあの当時は。ただし、たぶんリアルなこと言うと、たぶんそれってヤンキーがやることじゃない。ヤンキーじゃないですから、ほんとに。じゃあ、なんで隠れてたわけ？いや、ほんとに、嫌だったんですよ、授業が。え、じゃあ、授業中あれなんだ。え、市村、今日休みかってなるわけ？そうです、休みかってなるんですよ。で、まあ、クラスの人が、うん、休みですって言ってくれるんですよ。うわ、すげえ、あ、もう協力のもとなんだ、はい、みんな協力のもと。 でも一回僕昼休みにそれ見つかったんですよ、先生に。やば、あれ、お前今日休みじゃなかったのかっていうことで、ね、うんうんうん、めちゃくちゃそのもう70ぐらいの結構大ベテランの先生だったんですよ、それが。はい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 、はい、職員室に呼ばれて、え、正座させられて、そこで。うわうわ、昭和やね。めちゃめちゃ長いあの物差しあるじゃないですか、黒板とかで。おうおう、あれで肩パーンパーン何十発と叩かれました。うわー、俗に今で言われやん、体罰だよね。いや、もう今だったら本当そうですよ。もう速攻テレビのニュース載るわな、それ。載ってますよね、これ。うわー、そっか。だから悪い、だいぶ悪かったと思いますね、学生。でもその、うん、あ、すいません、すいません、うん、いや、それ意外だったなと思って。はい、意外でした。うん、意外だったなと思って。はいはい。メトロさんはどうなんですか、学生時代は。いやいや、学生時代のでもやっぱずっと野球しかやってこなかったからさ。はいはいはい。いや、マジで、だってもう小中高まず基本オール2で。あ、そうなんですか。そうよ、オール2で、ね、体育だけずば抜けて5、体育だけ5でさ、マックス。はい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 。で、あとはもう全部2222で、はいはい、もうほんと追試とか赤点とかもう全然当たり前だったし。で、高校の頃もありがたいことに、その北海道旭川市なんだけど、はいはい、旭川の高校ほとんどからありがたいことに特待生の声がかかって、はいはいはい、
で、そこで俺が一つ決めたんだけど、だからそこも学校も、はい、どの学校もさ、はい、いやもう鈴木くんはもう野球がやっぱね、うまいんで、はいはいはい、テストとか授業も全部もう、あの、例えばその、赤点だらけでもいいし、はいはいはい、とりあえず野球だけ頑張ってくれたらいいんで、ってどの高校にも言われて、はぁ、あ。で、結局俺が入った高校も、その、国数シャリ、あの、受けたんだけど、その、はいはいはい、一応テストを受けて、はいはい、平均もう2点、5点、8点、8点、7点とか、それで合格してみたいな。そんなレベル。いや、羨ましいですね、なんかそんなの。いや、まあね、野球やってなかったらと思うともう恐ろしいけどね。いや、そうですよね。でももう、それだけの武器があったらもうどこでもウェルカムって感じだったんですよね。うん、まあ正直そうだね。びっくりした。本当に十何校も来たかな。声かかったの、確か。すげえ、やっぱり学校側からくださいってなるのはちょっと、経験したことないですからね。まあそうだね。なんかね、自分の話でなんか申し訳ないけど、だから俺もその特待生っていう枠があってさ、うん、はいはいはい。なんか D、C、B、A、S ってあって、ランクが。で、俺がその唯一の5年に1人しか取らない S ランクだったのよ、俺って。はぁ、あ、え、待ってな、俺が。A までじゃないんですか ?S まであるんですか ?S はそう5年に1人取れるっていう特別な S 枠があって、はい。S 枠にその俺とあと本当プロ横浜 F マリノスサッカーでプロ行った友達と俺だけ唯一5年に1人の枠で選ばれてっていうねとか言ってごめんなさい。なんかすごいな、これは。いや本当過去の栄光だからね、これは本当に。で、一応プロ野球から横浜ベイスターズから声かかって、はいはい、まあ、いろいろあっていかなかったんだけどって感じでね、いろいろ本当に経歴はいろいろあるんですよ。いや、もう、スターじゃないですか。うん、そんなことない、売れてないんだもん。いやいやいや、大丈夫ですか、こんな対等に話させてもらってて。いいに決まってんじゃん、それ。いや、それ逆のセリフですよ、そんなの。いや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 、ちょっと、もし同じクラスだったら、本当に天と地ですよ、そんなの。そうだね、俺はプロ野球選手目指して頑張ってる中、だってあなたはどっかに隠れて授業を受けるわけでしょ。まだ隠れてるわけですから、僕差がすごいね、そう考えると。いや、すごいな。じゃあ、勉強は嫌いだったんですか、普通に。いや、もう普通に大嫌いだったし、はい、本当に保健体育しか好きじゃなかった。シンプルに。そうよ。もう うん、そういう、もう人いましたね、うん、確かに。いた保健体育しかできないっていう人は。やっぱいるよね、スポーツマンは基本そうよね。いや、でも本当に、その中でもだって、5年に1人の人ですから、うん、ね。いや、そう、だって私立高校なのにもかかわらず、だって修学旅行費もタダで、はい、教科書代も制服も全部タダなの。A ランクの人でも、さすがに修学旅行とか、その教科書代は お金はかかるんだけど。はいはいはい。そう、S ランクは全部無料だから、もうほんと3年間、親には親孝行してきたなというのは思うよね。じゃあ、お笑いで言ったらもうダウンタウンさんってことですよね。いや、バカ言え、それ以上だよ。いやいやいや、そうそうそう、すごい、すごい、この方はやっぱすごい方でした。すみません。やめてください、本当に。ごめんなさい、自分のことばっかり。ごめんなさい、本当に。そんな、とんでもないです、本当に。いやいやいや、いや、本当に。すごいなぁ、特待生じゃないですか、本当に。え、逆にその、はい、その中でも得意な科目とかはあったわけ？あ、僕の中でですか、その。そう、自分の中で。ああ、でも、その5段階評価あるじゃないですか。うんうんうん。だと、やっぱりでも、美術とか。あ、なるほど。はいはい。そっち系の、方はできましたね、うん、逆にその5科目じゃないやつですね、普通の。なるほどね、はい、なんか美術ってすごいしっくりくるね、たくあんちゃんね。マジですか。やっぱそういうなんかやっぱその 技術に長けてるというか、ちゃんとなんかもうだって今でいうその動画編集も そうだし、はいはいはい、やっぱ極めることをすごく得意とするタイプなんだろうね。ちょっとそれはなんか嬉しいですけどね、そんなこと言われると。いや、これはもうだって美術でこれ特待いけるんちゃう。あ、美術系目指すべきだったんですかね、僕。かも言い方で、美術大に、ね、たくあんちゃんいても全然違和感ないもん。だっておしゃれだし、かっこいいし、服もね、おしゃれだし。
いや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 、確かに、めっちゃ絵とかは描くんですよ。自分でもたまに描くんですけど。マジ？はい。見たことない。いや、ちょっと今度お見せしますね。楽しみ。何それ。はい。いや、だからそこにもだって、だから動画の企画でやろうよ。あ、いいじゃないですか。俺がさ、ちょっとたくあんちゃんが、うまいらしいんで突撃してみたじゃないけどさ、ちょっとなんか面白そうだわ。はい、あ、やってくださいよ、その突撃を。突撃すげえ。ただどういう絵が得意なの？僕は風景とかはちょっとあんま描かないんですよ。はい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 。人間の目を描きます。なんかす目を描いてます僕は特に。そんなピンポイントで目なんだ。人間の顔描きますとかじゃなくて。目です本当に。マジで。面白。電車とか乗ってると。おお。スケッチブックとか出して。うんうんうん、ちょっと離れたところにいる綺麗な目の人の目描いたりしてますね。嘘、マジで。大丈夫、捕まんない？ギリギリ攻めてます、大丈夫です。ギリギリ攻めてんだ。すごい、カトゥーンじゃん。ギリギリ攻めてるね。わあ、出た。何を出したよ、今日は。わかんないけど。はいはい。待って、すごい。もちろん人自体描くのも得意なんでしょ。もちろん目だけじゃなくて、そりゃ物とか。まあそうです、まあ練習中ではありますけど、その全体的にも。これはもう一つの立派な特技だからさ、これをファンの方々にちょっとぜひ披露しましょうよ。あ、そうですね、ぜひその機会を作っていただきたいです、メトロさんに。任せてくださいよ。すげえ。はい。俺ももちろんその絵心がないから、はい、逆に俺に絵を教えてほしいっていうのはある。あ、そうなんですか。なんか描けそうですけどね、メトロさん。あ、本当に俺、ま、本当に、全然本当にもう、猫の絵描いても結局なんか死神みたいな絵になってるし。あ、そうなん。そういうレベル。そんなレベルですか。で、これでやっぱ芸人だからさ、お互いそのフリップ芸とかする際にさ、例えばバカリズムさんとかも絵描くじゃん。描きます。やっぱ絵があってやっと面白いじゃん、そのフリップって。はいはいはい、ありますね。俺もそういうのは徐々にフリップ芸もやっていきたいなと思ってるから、やっぱ絵は覚えたいわけよ。はい、そうそう、だからそこはやっぱほんとたくあんちゃんに教えてもらいたいなっていうのをマジで考えてる。これはもうぜひ僕に良ければやらせてくださいよ。うん、うん、まあまあ考えておきますけど。なんでですか。はい、でいいじゃないですか。まあ、こっちとらね、いろいろ一応考えとく。まあこっちもね、人権はあるんで。ギリつきますよ、またこれは。すごい、特技大事だね、本当、芸人って改めて。やっても大事ですね。本当に。でも、さん、運動神経がやっぱいいってことなんで。うんうん、そうね。なんですか、こういうちょっと体張った系もまたなんかやりたいですよね。あ、やりたいかも、確かに。なんか、サスケじゃないですけど、なんかそういう施設ある。ああ、あるね、あるね、そういうね、なんか。はいはい、もうフィッシャーズさんが行きそうな。うん。ね、あ、アスレチック系とかね。はいはいはい。うわ、確かに。そういうのもやりたいですよね、今後。だし、今後あれだね、その、一応俺の球を、その、たくあんちゃんが何球で打ち返せるかとかさ。俺の全力のもうストレートを、はいはい。何球で、ほんとホームラン打てるかとか、そういうのもやりたいね。やりたいですね。僕、バッティングめちゃめちゃ下手なんですよ、でも。あ、そうなん。バッティングセンターとか友達と行ったことあるんですけど、ほんと90キロとかですね、なんかのやつを、スカッスカッ全部カッいや、90キロなんて女の子でもだって打てるでしょ。いや、そう、そうですよね、多分打てる。なんかもうタイミングが合わないんですよね。球技が苦手ってこと？めちゃくちゃ苦手ですね。あ、めちゃくちゃなんだ。はい。本当にもう扱えないんですよ、その球を。球扱えないんだ。ないんですよ、本当に。いや、そっか。でもサッカーも全然蹴れないし。いや、もう本当に好きだったんですけど、やっぱり
本当に正直コントロールできなかったですね。もらパスもらったらもらったで。もらったらもらったで。そっか、意外と。あれだ、小中高だってもちろんあれか、球技やってなかったってことじゃん。やってないですね。あ、そうです。一応中学の1年は、うん。サッカー好きだったんで入ったんですよ。あ、へえ。入ったんですけども、1年で、クビになっちゃったんですよね、それが。嘘でしょ、クビとかあるの、部活に。あるんですよ、それが。嘘でしょ。厳しい顧問の人で。あ、へえ。ちょっとまあ、エピソードがいくつかあるんですけど、これもまた。うわ、これちょっと。長くなっちゃうんで、これだってまた。そうね、ちょっと今度、ちょっと次のラジオで。じゃあ、ちょっと話しましょう、また。楽しみ、楽しみ、そうだね。次、俺のラジオでちょっと部活の話もしようか。あ、いいですね。その。なんか、噂によるだってなんか太鼓もなんかやってたみたいな、うん、やってましたよ。いや、その話を次聞きたいわ、なんか俺のチャンネルで。はいはい、確かに和太鼓ってあんまないですよね。聞かない、聞かない、和太鼓部って。はいはいはい。要するに太鼓の達人みたいなことでしょ。そんとこそんとこちゃんとこう打って。違いますね。そんな甘いもんじゃないですね。違いました。はい、もう本当に日本ならではって感じしますね。なんか和って感じしますよね、太鼓って。まあそうだね。てかどういうところでその大会もどういうところでなんか評価するのかとかすごい気になるわ。太鼓の大会があるわけじゃんとか。ありますあります。ねえ、そこの基準も気になるな。はいはい、ちょっとそこまた話しましょう。うん。そうだね。はい。うわ、もう尽きないね、本当あなたは。いやいやいや、ちょっとメトロさんも聞きたいですけどね、うん、その野球一本だったわけじゃないですか。まあまあそうね、そうね。その野球部の実態をちょっと聞きたいですよね。いやもう実態でもめちゃめちゃあるよ、本当に。聞きたいっす。本当もうこれはもう本当にハンカチ必須。もうな泣かないで聞けないよ、俺の話、この3年間のもう高校野球の話は。感動系なんですか、結構。いや、地獄系。ハンカチいります、それは。逆にいる、もう言うと、ああ、もうメトロさんかわいそうで泣くのよ。マジっすか。もうほんと、ほんとにたまげるよ。これハードル上げるわ。ねえ、それは。うん。いや、ちょっとそれもしっかりとお聞きしたいと思います。いや、ほんとね、ちょっと次のラジオが楽しみやわ。はい。ラジオ中なのに。はいはい。ちょっと今日はうん。ズームというかでやらせてもらって。うん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 、はいはいはい、そうだね。あれですよね、やっぱ話いつも隣で話してるじゃないですか。はい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 。なんかタイミングとかが難しいですよね、このオンラインって。確かに。そうだね、だから最初のメトロセントラルの時も絶対そのズレが生じてたし。はいはいはい。やっぱそこはあれだね、やっぱ一緒にね会ってラジオするのが一番だから。そうですね、そこはね。いや、ちょっとあれだね、早く会えるように頑張りますわ。いやいや、全然そこはもうゆっくりしていただいて。ねえ、いや、そうなんですよ。今日はね、ちょっと僕の体調がね、ちょっと良くないということで、ね、ちょっと反応声なんですけども。ね、やっぱそのね、いろいろ宅配所に移したら、風邪移したらあれだなと思ってね、今日はズームやってるんですけども。いやいや、本当ありがとうございます。もしかしたら、無理して参加していただいて。うん。かなり無理してるね。多分これ、終わり次第、まずトイレで吐く。めっちゃひどいやつじゃないですか、僕。いやいや、めちゃめちゃ元気ですよ、本当に。いや、よかったです。本当にびっくり、うん、こんな話せるんだと思って、びっくりしてます。うん。全然そうね。全然バリバリ元気。本当、鼻水だけでございますけど。はいはいはい。ねえ、本当に。じゃあ、あれですね。まあ、そろそろ、はいはい。ということでね。はい、早いね、30分ね。はい。早いね、本当に。なんか、あれですか、お知らせとかありますか、うん、今週の。そうですね、お知らせこれ。ライブの平場じゃないよね、これ。最後、何か告知、何かある人じゃないのよ。思い出しますね、なんかこれは。平場になっちゃいますね、これだと。そうだね、でもとりあえずは、まあ何か、特には、ね、とりあえず、コラボ、ショートとコラボ動画、皆さんお楽しみにということかな。うん、そうですね、そこを本当に、ね、ちょっと。うん、僕らの。いや、本当ですよ、本当に。逆なんか、タクじゃないの？僕のお知らせです。告知は。うん、これメトロさんにお知らせなんですけど、おう、メトロさん、ラーメン二郎好きって言ってたじゃないですか。うわ、大好き。なんでちょっとさっき、お
アマゾンの方でですね、あのラーメン二郎のインスパイアパーフェクトラーメンっていうやつ、あの送らせてもらったんで、ぜひ食べてください。マジで？はい、あの俺ん家に届くと思いますね、近々。うわー、最後にほんとぶっ飛んだの来たわ、はい、嬉しいわ。お願いします、本当にあの早く直していただきたいので、はい、いやーありがとう。それ食べたらもう風邪なんて一発で治りますわ。ありがとう。あのただもやしがついてないのでそこだけはすいません。じゃあ送り返すわ、ちょっとあのもう一回あのちゃんともやしをつけてもやしをつけて送ってください。厳しいこの人。いやいやいや、そうか、ちょっとあのしっかりもやしもね、やっぱつけるべきでしたか。いやでもマジで嬉しい、楽しみだわ。いやちょっともう少しで届くと思うので、はい、食べ。ありがとう、ありがとう。優しいね、本当に。じゃあ、ここで終わりにしますか、はいはい、今日も。そうですね、はい、はい、では、今日もね、本当に1月の、あれ、はい、今日1月の31位ですかね、今日はね、撮ってる日は。ね、はいはい、うん、31のタクメットのプロセントラルでした。はい、はい、ありがとうございました、皆さん。ありがとうございました。またお会いしましょう。はい、さようなら、ありがとうございました。ありがとうございました。